今来たけどこのタイトルの意味って何？月？俺たちは自分で光り輝くことはできない。太陽という存在があって、ようやく輝くことはできない。人っていうのは一人じゃ何もできない。そういう意味だな。月。みんなに感謝。そう、日陰者って意味。かつて、名将野村克也言いました。大阪春と長嶋茂雄は太陽だ。俺は月見草だな。何が月見草だ。月でいいだろ。あいつらはね、太陽なんですよ。って言ってたわ。いつから面白くなるの？22時までね、頑張るから。さっきのやつだろ、お前。22時から神回来るぞ。準備しろ、ざわざわ。お前ずっと22時までざわざわって打ち続けろ。来るぞ。来るぞ、来るぞつって。ニコ動のなんかあのノリで。頼むわ。来るぞ、そろそろ来るぞって。鳥肌注意しとけ、ずーっと。今日のタイトルはなんで月なんだ。俺たちってさ、こんな強がってるけどさ、人ってさ、内側と外側ってだいぶ違って相反するものでさ、どんどん、素直になれないんだよ。で、俺たちって結局日陰に咲く存在じゃん。月曜日の12時54分にさ、ほな、息がってさ、人の悪口言いながらさ、要はすなわち、自分では惹かれねえんだよ。太陽という存在、他者。他人は太陽。俺たちは月。自分じゃ輝けないんだよ。人っていうのは、一人じゃ生きていけないんだよ。そういう放送となっております。ノムさんだって言ってただろ。シゲオは、ひまわりだ。そうだ。ひまわりと月見草だ。ノムがボケてんのか俺がボケてんのか分かんねえわ。多分年齢的にノムがボケてんだろ。そういうことだよ。そういう意味での月。シャドウムーン。俺たちは。俺たちやめよう。信者エモンっていう名前今日でやめます。シャドウムーンにします。俺たちは。なんで、水っていうタイトルなんですか？これ深いよ。相当。鉄棒してきました、今日も。今日深いよ。人間っつうのはさ、移ろわざるものでさ、かつて、名歌手、美空ひばりも、川の流れのようにという歌を歌ったように、我々人間は、水のように、流れ流れ、生きていくんだよっていう、そういう深い、意味あります。水のように自然体で生きていこうなっていう意味があります。今年も渋谷ハロウィン行ったけどオフパコできなかった。なんでだ。そう、お前の顔がブスだからじゃねえ、多分。簡単に言うと、今日の水の意味って何なんだ。自分で調べろ、バカがや。俺今初めて切れたわ、視聴者のコメントで。殺すぞ、お前、ほんとに。俺の神経逆ですっと。いつも優しいうんこちゃんでいると思うなよ。マジでぶっ飛ばすぞ、てめえ。水曜日だから決まってんだろうがや。ちょっと考えりゃわかんだろうがや、バカがや。わかんだろうがや。曜日感覚のね、バカがや。結婚しろ、忙しいぞ。いや、結婚したくない。結婚したくありません。花も賛成してます。結婚したくありません。月と水でわかるだろうがや。月と水で。このタイトルはどういう意味ですか？今日のタイトル、金。やはり世の中、愛だの、恋だの、人だの、いろいろ言われてるけど、最終的に必要なものは金なんじゃないかなというこの大人の冷たいメッセージが込められております。現実的な。月で夢を語り、水で愛を語ったけど、結局いろいろ考えた結果、最終的には金なんだなっていう。金がなきゃ何もできねえんだなって。気づきの日ですね、今日。気づきの日。気づいたんだ、俺は。気づいた。このタイトルどういう意味ですか？
最終的に月曜日俺たちは月だよって言っただろ。誰か他人がいないと輝くこともできない。人って人に支えられて生きてるんだよって月曜日の時点で思ってたんだよ。だ水曜日、ただちょっと考え方変わってきたこの一週間で、水曜日で移ろわざるものじゃないんだよ。人間っていうのはどん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 点々として、まるで川のせせらぎのように点々としていろんな考えが生まれてくるんだよってなったんだよ。で金曜日結局金だなっていうふうに着地しました。最終的に一番必要なのは愛だの行為だの人望徳ではなく金だなって。放送のタイトルの意味ってなんだ、月末だねっていう。一月ってこんなに早いんだねっていうことです。一月って